チャンネルをご覧の皆様、中島です。動画のご視聴ありがとうございます。今回は車両デビュー動画となっております。そして走らせた車両がこちら、ヤマハ YZF-R7。 この車両のスペックだったり感想ですね、いろいろと話していこうと思います。今回ですね、ライコランド福岡さんの方で新しくレンタルバイクの中のラインナップに R7 が追加されたということで、早速ですね走らせてきた次第でございます。走らせる前のですね、私のイメージとしてはやっぱ YZF シリーズだからです。かなりスポーティーな車両なのかなって、結構ですね胸をドキドキさせながら、はい、乗りに行きました。実際走らせた感想っていうのは車載動画と一緒にお伝えしていこうと思います。ヤマハ YZF-R7 シート高 835mm 水冷4ストローク DOHC 4バルブ直列2気筒エンジンとなっております。 700cc ですね。出力の方が73PS と、そこそこのパワーが出ております。エンジンオイル容量は3リッター、燃料タンク容量は13リッター、レギュラーガソリン指定となっております。6速リターン式でタイヤサイズはですね120、70、17、そして後ろが185、517となっております。ベース車両は MT-07 となっているみたいで、700cc のエンジンで、 MT と違うところが、スロットルプーリーの配送を取るか、そして二次レシオスプロケットですね、スプロケットの最適化などによりスーパースポーツらしいパワー感と扱いやすさを両立していると、はい、そういった形になっています。レプリカをネイキッドにこう変えるっていうのも、Z1000 だったりとかあると思うんですけど、ネイキッドをレプリカの方に持っていくっていうのは他になんかありますかね。でアシストスリッパークラッチですね、こちらは FCC のものが搭載されております。アシストスリッパークラッチっていうのは過度なバックトルクを逃がしてくれるもので、アシストカムとスリッパーカムが内蔵されています。過度なバックトルクがかかった時は圧着面の断面がこう斜めになっていて、過度なバックトルクがかかった時はこう斜めにずれて力を逃がしてくれて、加速時はですね逆にこう噛み込むような作りになっているんですね。噛み込むことによってクラッチプレートを押さえつけることができ、結果的にスプリングレートを抑えることができる、だからクラッチを握るのも軽くなるんですね。スムーズで素早いシフトアップをサポートしてくれると、はい、便利なアイテムですよね。そしてインナーチューブ径が 41mm の倒立式フロントサスペンションですね、新たに開発ということで、専用のチューニングが施されてですね、よりスポーティーな走りに、どっかというか合わせた作りになっているようです。でセッティングに関してはですね、伸び側、圧側、そしてプリロードもついてるみたいですね。でリアサスはもちろんモノサスがついてるんですけど、かなり寝た、装着角度となっております。でスタイリングに関してはですね、 R1 よりも少しコンパクトなモデルになってますね。ここまではですね、メーカーホームページの方から抜粋してご説明させていただきました。大切な愛車を最適な環境で保管することができるのが鉄馬ガレージ。セキュリティシステムによりガレージへの入内管理を行い、防犯カメラも装備、もちろん電源コンセントも備えております。詳しくはホームページをご覧ください。なんかね、実際乗ってみると思った以上にコンパクト、こうまたがった時にですよ、このまたがった時にこのハンドル周り見たらですね、なんか R6 とか R1 とか、そこら辺とそんな変わらんなとか思いつつ、ちょっとね気持ちコンパクトかなってぐらいなんですけど、なんかね、走らせてみるともっと細身に感じたんですね。特にこの辺りですね、車体自体がこう細いというか、こうハンドル周りはずっしりしとって、こっちの車体周りの方がですね、かなり細身に感じましたね。なんかすごい切り返しとかスパンスパンいけそうな、そんな感じに思いました。ハンドル周りはこんな感じになってます。ヤマハって感じのスイッチがついてますね。こっち右左とで、電子制御っていうのがほとんど入ってないんでしょうね、このバイク。これ、普通にセレクトボタンとリセットボタン、あとウィンカーとヘッドライトとか、それぐらいでからですよ。トラクションコントロールとか、そういう設定のモード切り替えスイッチみたいなのはなかったんですね。
新車なのでブレーキパッドの当たりなんかもつけながらですね街中走っていたんですけど、ブレーキ周りでいうとこれブレーキマスターですね。今回セミラジじゃなくてちゃんとしたラジアルマスターがついてます。でもヤマンボなんかな、これヤマンボでしょうね。ここら辺はね、足跡なんかはいつも通りこの前の方がですねかなりスリムに削ってあるので、足つきっていうのもですね、そんな悪くなかったですね。私が170ちょっとぐらいなんですけど、両足硬化したらどんぐらいかな、先立ちまではいかなかったんですけど、そんなに悪いもんじゃなかった。何よりこのフォールーム、YZF シリーズって感じでかっこいいですよね。ど真ん中にヘッドライトがついてて、両サイドにこうやってポジションって感じでついております。このプロジェクターここのところでなんかこうね、ついてると結構目立ちますけど、もう消えた状態やったら全然わかんないぐらい。デジタルメーターって結構機能がいっぱいついてるとごちゃごちゃしがちですけど、結構ね、わかりやすいですよね。この、タコと、あとスピードメーター、あと燃料計ですね。ここら辺が結構見やすいので、走ってる時はですね、結構視認性よく感じました。ワールドグランプリ60周年アニバーサリーっていうことでですね、このヤマハ、伝統的なこのストロボカラーのこちらの車両ですね。いくつかあるんですけど、まずはレバーの調整ですね。ここの部分をクリクリ回してあげるとレバーがこう遠くなったり近くなったりするんですけど、最初ね結構これぐらい離れてたんですよ。だからちょっと近めにしてあげて、こう指でこう私の手でいう第一関節よりも少し手前側の方に来るぐらいで、調整し直してます。でこれで指一本で十分だったんでですね、このこれぐらいの距離にするとブレーキしながらでもこうブリッピングした時にレバーがこう動きづらくになって思ったので、まずはですねこうレバーの調整ですね。クラッチの方はですね、こんぐらいでいいのかなと。ちょっとね私の好みで言うと、ここら辺で半クラなるぐらいが一番ちょうどいいかなっていうところじゃあったんですけど、こんぐらいで支障なかったですね。でやっぱ最後まで気になったのがこのステップかな。このステップ、これシフト操作した時に結構ストロークが長く必要だったので、ここの部分がですね若干こう気にしながら乗ってやらないかんのかなって感じた部分でした。 YZF シリーズの最新モデルということでかなり期待して走らせたんですが、こういうことねっていうところ、ちょっと掴んだところあったので、そこを今から話していこうと思います。この R1、R6、R7、R3、R25、R125 とあるシリーズの中で、どのポジションに位置しているのか、そこをまずですね話していったらいいかなって思うんですけど、 R1、R6 はレースモデル、そして R3、R25 あたりはシティモデル、街中モデルなんかなってイメージなんですよね。 R7 はそのジャンル分けの、どちらに位置するのか、ちょうど中間かなって。中間っていうとですねちょっと語弊があるかもしれないんですけど、シティモデルの中のレースモデル、難しいですね。 R1、R6 っていうのは昔ですね結構峠最速モデルっていう形で販売されてたと思うんですね。ただ今ではこう技術っていうのがかなりこうぐんぐんぐんと上がってきて、サーキットに的を絞ったようなモデルに進化してきたわけですよ。その昔の R1、R6 峠最速ですね、それを思い出させるようなこうモデルなのかなってイメージでした。技術が上がってこうサーキットに目を向けるようになって、じゃあなぜ峠からサーキット寄りになったのかっていうと、やっぱ高い技術っていうのはそれなりのスピードであったり高い技術力を要するわけですよね。ただそこの域に踏み込もうとするにはやっぱ峠ストリートではかなり難しいんですね。
もちろんですね、レースの技術っていうのがストリートに全く生かされないかっていうとそういうわけではないと思うんですけど、ただ実際そのポテンシャルを発揮するのは難しいと。ただこの R7 はですね、その点峠道を走らせる上でかなりバランスがいい仕上がりになってるのかなって、まあ、そういう風に感じました。具体的に言うていくと、まずはエンジンですね、73馬力近くのパワーがあるということで、今時の、まあ、スーパースポーツ 10cc とか 600cc に比べると、まあ、かなり劣ってる数値ではあるんですが、まあ、峠道を走らせるにはですね、まあ、実際ちょうどいいなって。アクセルを大きく開けるっていうのにも躊躇しないし、躊躇しないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そこまでシビアなこうアクセルワークをしなくてもスムーズに走っていける、大きく開けることができるからですね、実際走ってて楽しいですよね。車体関係、ディメンションに関してもですね、もちろん R1、R6 に比べちゃうとコーナリング性能っていうのは落ちてます。でもそこで感じた感覚っていうのが、あ、なんか乗りやすいなってそう思ったんですよ。こう特性がとんがってるやつって、こうストライクゾーンにちゃんとバシッとはまればかなり性能を発揮するんですけど、そこのストライクゾーンが狭いからですよ。でその枠の中に入れる、そういう操作をするっていうのが結構難しくなってくるんですね。ちゃんとブレーキングをする、アクセルを開けていく、そういう挙動をしっかりと取ることによって車体姿勢っていうのをこう前後させて、でキャスターを縮めたりとかして、でそれでくるっとこう回っていくって旋回性につながっていくんですけど、この車両はすごくコーナーを曲がるとかそういうわけじゃないんですね。ただそれなりに曲がってくれるんですよ。要はですね、かなり扱いやすい、まあ、そういうところってですね、まあ、なかなか難しいところですよね。まあ、人によっては、まあ、よく捉える人もおれば面白いないなって思う人もいるようなところやと思うんですね。だから私はですね、これ峠やったらちょうどいいんじゃなかろうかって思ったわけですよ。そんなにスピードも出せない、がっつりブレーキをかけることもできない、まあ、そういう操作しかできない環境で、そうやって車体を動かすことができる、扱うことができるっていうことはですね、かなりバイクを走らせる楽しみっていうのを感じることができるのかなと。何が言いたいかっていうと、この R7 は峠を走らせるっていうのにすごく適してるのかなって、そう感じたわけですね。もちろんですね、 R1、R6 で走り込んでる人からするとかなり物足りないと思います。あそこ変えて、こっち変えてって、いろいろねやりたいこと出てくると思うんですよ。ただそこは割り切って、これはもう R7 やと、そう割り切りさえすれば、ね、全然別の乗り物っていう風に考えてやることによって、そこの不満っていうのはそこまで出てこないのかなと。そしてこのバイクに適したライダーって言うたらちょっとおこがましいですけど、まあ、初心者の方、まあ、スーパースポーツに憧れたりとか、ちょっと速く走りたいなとか、まあ、そういう風に思ってる方だったり、 R1、R6 っていうのがですね、ちょっととんがったポテンシャルだからちょっと自分には合わないなって思う人にはすごい最適な一台だなっていう風に感じました。まずは R7 から始めて、将来的にはですね、 R6 や R1 のレースモデルの方ですね、乗ってみたいなって、そういう方に本当ドンピシャな一台だなって思いますね。まあ、足回りもですね、まあ、サスペンションにいろんな調整するダイヤルがこうクリクリついてるので、まあ、そういったところをね調整して、どういう風な変化が現れるのか、ね、体感してみるっていう使い方でもよし、ハイグリップタイヤを入れてもかなりグリップ感っていうのを感じやすいかなって思います。まあ、あえて不満を言うとすればですね、シフトフィーリングですね、シフトレバーをこう操作する時のこのストロークの大きさっていうのが、ちょっと私的にはですね、あんまりよく感じなかったので、まあ、そこの改善としてバックステップを入れる、そしてやっぱクイックシフターがオプション設定で元からはついてないということで、まあ、クイックシフターは絶対私としては入れたいなって思いました。もし私がこの車両を購入してオーナーになった暁には、はい、タイヤ変えてクイックシフター入れてバックステップを入れる、まあそんなもんですね。これで、まあ、峠最速狙えるんじゃないかなって思う次第で
ございます。いや本当 YZF シリーズ大好きなんですよね。私が国際に上がった時も選手権 R6 で走ってて、で一番最初にレプリカ見てかっこいいなって思ったのが2004年の R1 やったんですよ。はい、今ではですね、まあ、旧車 CB ばっか乗ってるのでそういうイメージ持ってる人少ないかもしれないですけど、まあ、そこ5年6年前まではですね R6 でブイブイ言わせたわけなんですよ。まあ、そんな私のですね R7、はい、レビュー動画いかがだったでしょうか。またですね機会ありましたらちょっとバイク乗ってきて動画撮ってお送りしていこうと思いますので、ぜひですねチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、それではですねまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ。